今成文武天皇三年天平を六年、開元二十二年は、当大の日本人の留学生、または管理。日本名は不明。中国のこと、西安で母子が発見された。今なりは、中華人民共和国で発見された母子に、日本人留学生として記されていた生命である。母子は、同国先制小西安市内の工事現場から、発見されたと。 同国の西北大学が2004年10月12日に発表した。母子は発見された後、一部個人の所蔵となったが、西北大学附属博物館が収集したものである。母子には、日本人留学生の今成が、開元22年正月日に死去したので、なお頃もモ笹久後の感触を追贈されたなどと記されている。これは、 考古学的に中国で発見された最初の日本人の母子であり、他国も含めた当国への留学生の母子の唯一の発見例である。現存の石刻資料の中で日本の国語を日本と記述した最古の例である。母子原文は以下の通りは、反読できない文字。ゾーナをコロモササグオイ母子文並び美女公正維持、魔性国公日本祭、 小天獣この命遠くに地底上国闘霊、落賀三霊館束大長男、与えともたかに図教学府県分道未修、宮渡る船好き、方本詩目開二22年正月日の、週官邸、春秋三十六工場傷ついたかし有天章、ゾウ頃を、衣捧ぐこそ霊館も、その年2月4日、浮かず都市県、水源霊なりやーすぐるま赤月引き炭。 行愛三園形体暮れ日指急行形日夜、大佐の字枠の天爪愛ここ円方形、マイウィード魂、初級子母子の訓読文は、以下の通り。像、なおころも捧ぐ後、以降母子文、並び女。郝、聖和、字は、魔性、国公は日本。最破天獣に、消費、ゆえによく命を遠くにに、手を、上国に馳せり。霊落を、遠み、以下も恐わ非。 たば大して、朝に、共に、中火がたし。兄に計らんや、学ぶに強めてあぐまず、道を聞くこと未だ終わり得ずして、移り船に、偶比月本市に入り。開元二十二年正月日をもって、すなわち官邸に終わり減り。春秋三十六、工場を傷して、ついたかしするに、手があり。二事乗りして、なおころもささぐごを送り、ホームルに関をしてせしめ。 すなわちその年の二月四日をもって、一万年間水原にるわれなり。ああ、すぐるまは暁に引きて、互いを行う。縁を嘆げきてくれびにくずおれ、急行に、指び,びて夜うつに悲しむ。その字に、曰く、のの天の常を、ここの遠方なるを悲しむ。形は、二度に、マイムルとも、魂は、子、に帰らんことを、勝負。と、母子の外役は、 以下の通り、聖は意、字はまなり。国は、日本とゴース。添の才能が認められ、選ばれて、国命で遠国の日本から東朝にやってきた。遺憾測隊をつけて朝廷に登った様子は、堂々としていた。ところが思わぬことに、一生懸命、勉学に励み、学業がまだ終わらない中で急に病気になり、開二22年の1月に、感謝で亡くなった。 36歳だった。皇帝は大変残念に思い、特別な扱いで見事のりを出してなおころも捧ぐ号を、追造し葬儀は、高葬にした。2月4日1万年間の郊外水頭岩の腹に埋葬することにした。体は井戸に埋葬されたが、魂は故郷に帰るに違いない。日笠は保木、中国市検討市留学生の年齢は、10代後半から20代。 中ばまでで、今成は717年、田治日正人あがた森を大使とする検討使と共に、徒党したとされる。これは、安倍中丸や木美薪美と同時期の徒党である。今成の死去の前年である733年には、田地日正人広成を大使とする検討使が徒党し、翌年には留学生、木美薪美らを連れて帰朝している。したがって、 この検討士がまだ党の長安に到着し開校した後、滞在中に病死したものと考えられ、2月7日まで長安に滞在していたことから2月4日の今成の葬儀には参列したとする。俗に本記には今成と同期なのに留学生としてなお、東国に広げたのは安倍中丸と、きびまきびのみと記され何の記事もなく完全に無名な人物である。また、 母子に日本という国名があることから、すでに日本という国名が交渉として広まっていた。2005年12月には NHK スペシャル新シルクロードで今なりのイメージドラマが放送された。イノセイは中国風に一時に省略したもので、東野春雪は、現、藤井寺氏の古代の貴家系氏族で外交で様々な実績がある藤井氏だと推定する。ただし、 藤井氏は、渡航するときは、白井星であり、その養老元年の渡航後に、俗日本期、養老四年にある日本での姿勢を渡航後知ったとしても、党では、日本と違い安易な改正はできないと批判がある。それに対し、姿勢で一気に改正したのではなく先行しては同四年一部が、改正して、くずいとなった後に全体に波及したと、反論しているが、議論がある。 鈴木康市民は、同地区の幾家系氏族の井上美樹氏出身ではないかと推定する。ただし、外交の実績はない難点がある。井上説には、志士の山和のやしなどには、検討し、塚井白木氏、塚井墨海氏、これらの事務官への就任者がいると補強意見もある。葬儀の環急やなお頃も捧ぐごという高い感触が与えられたことは、木笠は保機により、 長江という闘名で、東朝上級官人だった、安倍中丸を中心とした、在東日本人の働きがあったとの説がある。しかし、それなら、なぜ母子が簡素で今なりの情報の記載がほとんどないのは、おかしいとの反論があり、解決されていない。藤井施設を中心に、藤井氏ゆかりのくずい寺がある、大阪府藤井寺市では、同時期の藤井氏に、 生という名が多く見られることを論拠として、今なりを藤井マナリと呼び、せめて母子の形だけでも里帰りをと求める運動まで起き、実際に2005年に実現し、アイセルシュラホールで一般公開された。さらに、藤井寺氏の公式キャラクターとして、マナリくんというご当地キャラクターが作られている。ありがとうございます。